始まりよわくわくワクワク,ワクワク,ワ,ク,ワ,クワクワクチャンネルヒップホップグループガキレンジャーの DJ オショーです今回は開封レビュー長物のガスブローバックガンです早速開封していきましょうわくわくどうしようお、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 よいしょは,はい 今回購入したのは東京マルイのガスブローバックガン MTR16 ゴールドエディションです外箱お金かかってる感じですね横にもね写真入ってますねワクワクですよねでは3 2,、2、1オープンどーんおーおーいい色だなこれかっこいいはいじゃあちょっと本体取り出してみようかよし おーあすげえいいねいいね意外とこれね軽いですね。まあ、軽いっていうのはちょっと言い方語弊があるんですけど、うーんとね、扱いやすい重量っていう感じでしょうかね。これハンドガードね、すっごい細身で握りやすい。あ、いいねいいね。M ロック。これですよね、この差し色となってるゴールド。チャージングハンドル。セレクター。ボルトリリース。マガジンキャッチ。トリガー。 いいですね。このゴールドカラー。まあ、こういったカラーリングはね、ミリタリーモデルではちょっとありませんが、競技シューティング、まあ、シューティングマッチみたいなものでは、パッとね、目立つようなカラーいいと思いますよね。チャージングハンドル引いてみましょうか。いや、緊張する。どんな音するんだろうあ。一回閉じとこうかな。ダストカバー。ダストカバーはこれ樹脂製かなじゃあちょっとね、チャージングハンドル引いてみます。3,2,1 今、いい音したぞ、チャキンって。ちょっと待って、待って、待って。すっげえいい音した。おーこれ、待って、待って、待って。いいぞ、いいぞ。僕ね、このチャージングハンドルね、東京マルイの M4MWS。あれとね、まあ大体構造的にも同じもので、チャージングハンドルを引いた時の音も一緒かなと思ってたんですが、これはね、M4 とちょっと違いますね。もう一応 いやいい音するやったぜこれたまらん僕ねやっぱこう室内射撃専門なんでねまあどうしてもモデルガン的な要素が加わってた方がちょっと燃えるんですよねうーんいいぞいいぞはいせっかくなんでマガジンにねガスを注入してちょっと空打ちしてみたいと思いますいやーワクワクだなはいガス注入 うん、ガス漏れもないですねはいではマガジン装填おおいい音したなじゃあボルトを引いてみますちょっとチャンバーない確認しとくかよし弾なしオッケーはいではこちらのボルトリリースレバーを下ろすおおではちょっと空打ちしてみたいと思います321ファイヤー おおーおーおーいいねいいねリコイル結構強めオッケーはーいボルトストップかかりましたねちょっとフルオートもやってみようかな。フルオートファイヤーおーマガジンね、常温ですがね。うん、まあまあ軽快に動きましたね。弾入れて撃つのすごい楽しみになりました。うーん、いいぞ、いいぞ、いいぞ。<laughs> ワクワク。 はい、というわけで今回は MTR16 の開封レビューでした。二次予想のワクワクチャンネル、またお会いしましょう。うワクワク、バイバーイ。ワクワクチャンネル、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねもよろしくお願いいたします。そしてそして、こちらの動画もチェック。